ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が2件ございます。1件目は令和4年度原子力防災訓練について、2件目は第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会宮城県代表牛販売フェアの実施についてでございます。それでは2件続けて知事よろしくお願いします。はい、はじめに令和4年度原子力防災訓練についてご説明いたします。県では原子力災害発生時における関係機関の防災体制や相互連携を確認するとともに、原子力防災技術の向上や原子力防災に係る住民の理解促進を図るために原子力防災訓練を実施しており、昭和58年に実施して以来今回が38回目の開催ということになります。訓練の開催日時は令和4年10月29日、今月29日土曜日、午前7時30分から午後2時頃までとしております。今回の訓練の特徴ですが、3つあります。まず1番目、括弧1、住民参加による広域避難訓練の実施として、住民が自家用車、バス、船舶、ヘリコプターによる避難を実施いたします。括弧2、避難支援アプリの活用による、避難円滑化の実証として住民が実際にアプリを使用し災害の場面を想定した実証を行います。括弧3、避難計画に示す避難道以外の確認として三陸自動車道等の活用を検証することとしております。参加機関は国、県、警察本部、関係7つの市、町、自衛隊など29機関となり、参加者数は約1000人の予定となっております。各訓練の場所や時間等の詳細につきましては別途担当課で記者レクを予定しておりますので、そちらでご確認ください。当日私も避難所を視察することとしておりますので、皆さんも取材にお越しいただきたいというふうに思います。この日は松島の道路の実証実験をやっておりまして、私はそちらにも予定をしております。はい、それではお願いします。ちょっとお時間ください。はい、よろしいですか。次に第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会に出品された宮城県代表牛の販売フェア実施についてお知らせをいたします。今月10月6日から10日にかけまして、5年に一度の和牛オリンピックと言われております全国和牛能力共進会が鹿児島で開催をされました。宮城県の出品牛はこれまでの和牛改良が評価され、全出品区の中で最も重要視されております第6区の総合評価群などにおいて優等賞を獲得をいたしました。県と仙台牛銘柄推進協議会では、県産和牛の消費拡大及び仙台牛の銘柄普及、ひいては本県の畜産振興を目的として全国和牛能力共進会肉牛の部に出品されました宮城県代表牛7頭の牛肉販売フェアを10月29日土曜日から開催いたします。特別な企画でありますので、消費者の皆様におかれましては、この機会にぜひ宮城県が誇るブランド仙台牛を味わっていただき、県産和牛を応援していただければ幸いでございます。代表牛の販売は宇治江スーパー、サンマリ、ジャスティス、肉の伊藤、藤崎、フレスコ菊池、ヨークベニバンで実施いたしますが、販売量が7等分に限られておりますので、各販売事業者の一部の店舗での販売となります。詳細につきましては後日仙台牛銘柄推進協議会のホームページに掲載いたしますとともに、改めて投げ込みをいたしますので、その際には PR よろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。ありがとうございました。ただいまの発表項目について質問を受けしたいと思います。質問に対しましては、はじめに社名をお名乗り願います。それでは、はじめに令和4年度原子力防災訓練について質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。マイク持って、後ろに持ってください。
あの、革新コーナー決まりました。はい。心の叫び、牛島さんの心の叫びと捉えていただくと、うるさくないですけれども、はい。原子力防災訓練なんですけれども、この間、実証実験というか、はい、やったアップを使うと思うんですが、具体的にその、ね、訓練の一部で住民が実際にやって使用しているということで、はい、あの具体的に自治体としてはどこら辺の住民の方が何人くらいになって参加されるのか、使うということですね。はい、あの今回は、PAZ、UPZ ではなくて PAZ の皆さんを考えています。住民は30人程度、UPZ はもともとほとんど、それほど人が住んでいない地域ですので、まずは今年初めてですので、住民の人30人程度を考えております。で、UPZ は従来方式でやってみたいと思っています。つまり受付ステーションを設けてというやり方、UPZ はですね、一応避難計画はそのまま残っておりますので、避難計画通り UPZ をやってみようと思います。で、まずは、小さい形で、小売りでということで、実証の意味を込めまして、PAZ で、住民30人、それに県職員なんかも多少参加をいたしましてですね、ちょっと人数を膨らましてやってみようと思っています。本当はもう少し人数を多くしたかったんですけれども、ちょうど課金機なんかのちょっと今最盛期でしてですね、なかなか皆さん参加ができないということがありましたので、参加できる人たちを限定して実施するということに対します。すると PAZ というのは基本的には小名川というか、小名川ですよね。石田です。はい、石田です。はい、連中関連で下がります。今回アプリを使いいただくのは石巻市の方、石巻市の方、はい、吉川のそうですね、はい、押川半島の方の純 PAZ の人です。そうですね、正確には純 PAZ、 正確には純 PAZ の人です。この件に関しまして他にございますでしょうか。なるべく詳細にそれをお伝えいたしますので、皆さん取材したいと場所がどういうところを取材したのか聞けば、こういう場所に何登録いただければということをお知らせをしたいというふうに思います。かなり広域でありますので、全体を聞いてもですね、皆さんどこに取材したらいいかわからないと思いますので、こういうところを取材したいということがあれ聞けば、そこを適切に教えたいというふうに思っています。はい、どうぞ。私の、ごめんなさい、今、青木さんとやりたいの確認なんですが、住民30人というのは、このアプリの訓練をされる方の人数が30人ということでよろしいでしょうか。で、だとすると、参加者が約1000人というふうになってます。で、これ、多分、クリーン県とかの職員も含めての数字だと思うんですが、いわゆる全体としての住民の参加人数みたいなところを回っていただきたい。はい。はい、原子力安全対策課でございます。今回先ほど知事からお話ありました30名の方の住民の方ですけれども、実際ですね、まだスマートフォンをお使いになられている方、それから今回アプリにつきましたマイナンバーカードをお持ちの方ということで、やらせていただく予定なんですが、全ての方が、ちょっとお持ちであるかどうかというのは確認できておりませんので、30名の方全てがアプリを使えるかどうかはまだちょっと確認は必要な状況です。でそれからあともう1点ですね、資料の方にございます、参加人数の1000人、こちらにつきましてはすみません、参加人数というのは住民の方の人数ということではございませんで、記載してございます、運営側、国県警察本部関係7市の運営側の人数という電力関係でしょうか。はい、電力の職員はい、はい、そうなります。そうすると全体で住民避難と、はい、住民避難等訓練というメールがありますけど、全体で参加される住民は30人だけで、他のですね、すみません、原子力安全対策課でございます。他の市町も、合わせて現時点でございますけれども、300名を超える程度の、人数を、見込んでいるところでございます。それはここの主催で書いてある、七市町の住民300人超という言い方で見てるということですね。はい。そうです。これ、はい、ごめんなさい。位置づけとしてはですね、今年の2月に国とかも主催する訓練があって、ここでコロナの関連で住民の方が参加できなかったということがあったかと思うんですけれども、その時に今年度、令和4年度中に改めて実施した
たいという知事をおっしゃっていたんですが、それをこう会議実現するか、そういう理解です。そうですね、はい。そのうちアプリの利用者は30名程度で今からないということです。あの、ごめんなさい、最後に言ってない、あの、先ほどその書き向きが最盛期ということもあって、その参加できる人が限られているということをおっしゃってましたけど、まあ住民のための訓練だということを思えば、なるべく多くの方が参加できるときに実施するというのがあるべき姿ではなかろうかと思ったりするんですが、その辺なぜこの時期に実施なのかというところですね。はい、あの6月と9月に防災訓練やってましてですね、まあ、そういうこともあって、まあ、10月のこの時期に例年行っているということです。あの開催時期につきましてはですね、まあ、今年はもうこのように決まっておりまして、まあ、来年も、まあ、大体準備に1年かかりますので、まあ、来年も大きくずらすことはできませんけれども、まあ、今回はそういった私もその疑問を感じまして職員に検討指示をしていたしました。まあ、来年ももしかしたらこの時期になるかもしれません。その次の年ぐらいは準備ができると思いますので、前出しを含めて次を考えてみたいというふうに思います。まあ、うまくいけば来年、例えば6月の訓練の時に一緒にやると、複合災害を想定しながらやるといったようなことも考えられるかもしれませんが、そうすると準備は半年、1年も切ってますので、ちょっと今からだと間に合わないかなというような今は感触であります。はい。この件に関しましては他にございますでしょうか。じゃあ先に仙台放送さんでしょうか。仙台放送もありますので、はい、お願いします。あの前回の去年の5月の訓練が終わった後にですね、あの知事総括として、あの、まあ、受付ステーションでの混雑っていう点と、まあ、いろいろあったんですけど、その点と、あとあの例えばですけど、小さなお子さんをお持ちの方だったりかな、不自由な方というところの、課題について、あの少し言及されていらっしゃいました。あの、はい、この2点について何か今回、何か確認したい点だったり改善点があれば、はい、あの UPZ に PAZ についてはですね、準 PAZ については受付ステーションをなくすことを前提に、アプリを持っている方はアプリで、アプリを持っていない方は、受付ステーションを通さずにですね、避難所に行けるような形で、まあ、まず紙ベースということになりますけど、そういう訓練をやってみたいというふうに思っております。それから UPZ については従来方式でもう一度やってみて、去年なかなかうまくいきませんでしたので、去年うまくいかなかった部分をさらに改善を加えまして、うまくいっているかどうかを一回もう一度見てみて、それでダメならば、避難計画の見直し、受付ステーションをなくすという、方向で市町村と協議をスタートさせたいと考えています。あと小さなお子様、障害持ちの方につきましてもですね、これはあのアプリを使う使わないと全部変わってくると思いますので、その辺も参加者の中にそういう方がおられるかどうか見ながらですね、ちょっと様子を見てみたいと思います。ただあの県職員等ではなくてですね、あの一般の住民の方ですので、まあ、こういう人とはもう強制的に参加させるわけにはいかないという、そういった難しい事情もご理解いただきたいというふうに思います。現段階でそういった方が入っているかどうかというところはまだ、まだ分からないです。あのこれは西の巻市、田中市を含め、田中町を含めるだけではなくて、7つの市町にお願いして出していただいておりますので、まあ、どういう方が参加されるかまでは今は分からないです。はい。じゃあ水野君かな。じゃあ水野君から挙げてみてください。あの、カウル新報水野です。今回の特徴の中で、カッコ1とカッコ3もあるんですが、はい、あの2点で何か新しいことっていうのはあるでしょうか。新しい取り組みからでしょうか。はい、あの準 PAZ の方に船舶使ったり、あるいはヘリコプターによって避難をしていただく、まあ、これは前回も同じようにやっていたかもしれません、ね、やってますね。あと避難計画に示す避難道路が使えなくなったことを想定して三陸自動車道を活用するといったようなことも、これは初めてですね。これは初めて。あの、その部分初めてということであれば、どういう狙いで、やるんでしょうか。はい。あの、この間の東日本大震災で、大変大きな被害がありました。沿岸部の道路が、津波でやられてダメになってしまった。また内陸の道路も結構寸断されました。まあ、そういったことか、そういった状況の中でも、三陸道は、すぐに復旧することができました。今回は三陸道が気仙沼の方まで伸びましたので、まあ、そういったことから、今までよりも距離が長くなっておりますので、三陸道は、まあ、非常に地震に強い道路であるということが前回分かっておりますので、まあ、三陸道を使って、決められた計画道路が使えなくなったことを想定して逃げる、
その場をうまくいけるか、いくのかどうかといったことを、まあ、訓練を兼ねて実証したいということであります。あと1点、すみません、かねてですね、ご取材しててよく聞くのが、UTZ の外の方々ですね、広域避難の先になる自治体の方々からですね、実際原子力災害が起きたら相当混乱することが見込まれるということで、まあ、そういう不安を聞くんですけれども、UTZ 外の自治体もこの含めて今後はこういう訓練をするというような考えがないのかどうか。はい、避難、基本的に避難所はですね、まあ、今回 UTZ 避難所受付ステーションを設けていましたけれども、避難所受付ステーション、避難所につきましては、初動はですね、受け入れ側の自治体が行うことになります。で、落ち着いてきたときに、避難元の自治体の職員と入れ替わるということになってますので、今回は避難先の自治体、これはどうなったかな。はい、原子力安全対策官でございます。今回もですね、避難先、の、自治体の方にですね、初動体制の方についてはやっていただく、ご担当いただくということにしておりますので、避難先の自治体の方にもご協力いただいて今回の訓練を行うということとしております。はい、いいですか。あ、それは今までもやって今までもやってました。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にあります。東北放送の小沢です。先ほどの仙台放送さんの質問に関連したものだとちょっと流れてしまったんですが、UTZ については従来通りの、ね、受付ステーション設置ということですけれども、前回知事も非常に課題があるというふうに指摘していた部分についてはどのような改善をしてですか、その受付ステーションを設置するお考えでしょうか。はい、まあ、動線をですね、なるべく速やかにして、人の流れを少しでも良くするということ、それからコンピューターの入力等をですね、できるだけ簡素化をするといったようなことで、まあ、人が詰まらないようにして、まあ、おそらくそれでもかなり詰まると思うんですけれども、まあ、いや、一応避難計画にまだ乗ったままでありますので、避難計画を改善、改めるために1回、アプリを使った実証をやって、で従来通りやって、やっぱりかなり差があるということがしっかり、証明されたならですね、それを根拠に各市町村に対して避難計画の見直しというものを求めていきたいと考えたということであります。今までは、小さな、行動で、県庁の行動でしかやっておりませんので、今度は、実際の現場で、まあ、大きな、まあ、実証訓練を兼ねて訓練を行う、実証を兼ねた訓練を行うということであります。はい、加えてもう一つお聞きします。今回、まあ、PAZ と UTZ ともにですね、高齢化が進む、過疎化が進む地域であります。そうなると高齢者の方が多いと、まあ、往々にしてですね、アプリ等を使いこなす方がですね、非常に少ないという、まあ、状況があると思います。そういう中で、まあ、今回の実証実験自体は意義あることとは思いますけれども、今後の課題についてどのように思いますか。その通りですね。やはりマイナンバーを取得していただかなければなりませんし、マイナンバーを取得した後に、スマホを持っている方については、アプリを入れていただかなければならない。これは意外と大変だと思います。で、この防災訓練のためだけにですね、マイナンバーを取得してくれ、アプリを入れてくれるというのはなかなか難しいと思いますので、入れていただきやすい環境を少しでも作っていくというのが重要ではないかなと思っております。まあ、今、ポケットサイン社の方ともですね、そういったことで何かいい方法はないだろうかと今検討しているところであります。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければ次に第12回全国和牛能力共進会鹿島大会宮城県代表を受け販売フェアの実施について質問を伺いますでしょうか。これ改めてまた皆さんに今後見せてというふうにお願い連絡させていただきたいと思います。なければ以上で知事からの発表項目についての質疑を終了します。以降の進行を幹事ジャパンにお願いいたします。
研究記者クラブの幹事社の自由通信の河村です。よろしくお願いします。私の方から2点質問いたします。はい、まず1つ目なんですけれども、10月の11日から全国旅行支援が始まりました。はい、県内にも訪れている観光客が増えてきていると思いますが、そのにぎわい、まあ、もしくは課題などについて、教えてください。はい、まだ始まったばかりですので、統計を取って私の手元に届いているわけではありませんので、これは緊急勧告しか言えませんけれども、相当にぎわっておりますね。まあ、いろんなところに私もこの土日も行きましたけれども、どこ行っても人がいっぱいでした。で、仙台の中心部だけではなくて、仙台市以外の場所もですね、観光地と言われるところはかなりにぎわっております。まあ、今もともと紅葉シーズンでですね、1年で一番にぎわうシーズンではあるんですけれども、それでも去年おととしと比べたら比べ物にならないぐらいの人出でありました。非常に、喜んでおります。まあ、課題というものは、大きな課題というものはですね、まあ、それに伴って当然コロナの患者がやっぱりだんだんこう右肩上がりで増えてきているということです。まあ、幸い、重症者が今ゼロです。で、入院している方も100名程度ということですので、患者は増えておりますけれども、以前のようなですね、命の危険を感じながらという状況ではないということです。で、まもなくまたワクチンの接種が始まりますので、ワクチンの接種を推奨しながらですね、ウィズコロナで、対応していけるのではないかという手応えを感じております。あと、旅行割引の販売がですね、あまりにも好調で、もう販売終了してしまったというところが散見されておりますが、逐次ですね、予算のある範囲内において追加の配分をしていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。宿泊者さんからこの件に関していかがでしょうか。はい、どうぞ。全国旅行支援に関して、現場からはですね、人手がですね、受け入れる人手について、なかなか不足していて大変だという声が上がっています。おそらくそのコロナ禍での、状況とか、大きく言えば、働き手の減少というのもあるんだろうと思いますが、これについては、どういうふうに認識されていて、打つ手があるのかどうか。はい、コロナ禍で非常に経営が厳しくなってですね、どうしても人手を減らさざるを得なかった、これはやむを得ないと思います。今回、一気に回復に立ちましたし、特に外国人がですね、これからどんどん入ってくると、円安で昨日あたりも新聞やテレビのニュースや番組で取り上げてますけれども、大変な数がおそらくこれから、外国人のお客様にお越しいただくことになるということになると、コロナ前、よりも人手が必要になってくるのではないかなというふうに思います。これを一気に元に戻すというのは難しいと思います。一回外に流れてしまっておりますので、仙台空港実はちょっと人手不足で海外国際線の再開がですね、思ったより行ってないんです。これやはり人手の問題が非常に大きいんです。全てにおいてですね、サービス業においては今人手不足になってしまっているというふうに思います。徐々にこれ回復させるしか方法はないというふうに思っておりますので、カンフル剤を打ちながらもですね、人で、人が雇用が戻ってくるようにですね、お手伝いしていかなければならないと思います。ただ妙案があるわけでは決してありません。はい、ありがとうございます。はい、いかがですか。はい、じゃあどうぞ。認定新聞の月です。全国旅行支援に関してなんですが、一部の宿泊施設などで便乗して値上げしているような動きがあるという見方もあります。知事としてこのような動きをしないような要請などをお考えはありますでしょうか。はい、これは正直申し上げて市場原理でものすごく動いておりますので、私の行政の力でですね、値段の価格を決めることはできない。これはご理解をいただきたいというふうに思います。それぞれの事業者の皆さんの良心に、
願いするしかないだろうな、すがるしかないだろうなというふうに思っています。はい、じゃあ、はい、放送の座です。楽天とかですね、一部予約旅行予約サイトでは、その補助金を使い切る恐れがあるとして、その予約を一旦打ち切ったりという動きがありますけれども、その県におけるですね、補助金については、順次は追加配分していくという話はありますけれども、残自体はあるということでよろしいでしょうか。はい、まあ、金額的にはですね、これだけの人数が、旅行に行きたいとおっしゃってますので、十分あるわけではないんですが、まだ残はございます。はい、じゃあ2点目お願いします。はい、では2つ目の質問でございます。先日知事が取得された孫休暇についてですけれども、実際にどういうことをされたのかと、あとご感想、あと合わせてですね、発表時には結構反響も多くて、いろいろな SNS、もしくはいろんなサイトとか見ますと、すごく助かりますっていう声や、まあ、逆に、祖父母よりも実際に育てているお父さんお母さんの方の制度を拡充してほしいとか、いろいろな声があったんですけれども、はい、そういった声についての受け止めもお願いします。はい、9日から11日までですね、娘のところに行ってまいりました。実質平日は1日だけだったんですけれども、3日間孫の世話をやってまいりました。具体的には買い物行ったり、ベビーバスに、でお風呂入れたり、ミルクをあげたりおむつを替えたりということでありました。その期間娘はゆっくり休めましたし、娘の旦那さんは、仕事を行ったり自分の趣味をすることができて非常に良かったというふうに思っています。娘の夫婦からは喜ばれました。これから、定年延長もありますので、非常にこういった制度を導入するということはよろしいのではないかなというふうに思っています。まず1月1日からスタートできるようにこれから準備を加速化させていきたいというふうに思います。いろんなご意見がありますけれども、当然、お父さんお母さん、子供にとってお父さんお母さんが一番大切ですので、お父さんお母さんの子育てしやすい環境にするというのはそれ最優先ですけれども、やはりそれを社会全体にさせるという意味でですね、おじいちゃんおばあちゃんもそういったように積極的に携われるような環境を作っていく、おじいちゃんおばあちゃんも働きながら孫の世話ができるような環境を作っていくというのが重要ですので、どちらも伸ばせるようにですね、しっかりと努力していきたいというふうに思っております。私はこんなにマスコミで取り上げると思わなかったので正直戸惑っておりまして、休み取って記者会見、なんで記者会見のことなんでやらないんですかって言われた時に、この休暇ですって、なかなか職員見づらいだろうなと思って自分の口で言ったらいいなと思ってですね、お話ししたら、それがあっという間にこう広がってしまって、もうおかげさまで全国各地から孫生まれたんだっておめでとうというメールや電話をいただくことができました。本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。皆さん、こういった休暇を制度をぜひ作っていただいて、民間企業も作っていただいて、加速化していただきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。これに関して学者さんいかがでしょうか。はい、それではないようなのでお返しします。はい、ありがとうございました。それではその他の案件で質問ございますでしょうか。JR のですね、ローカル線のことを紹介したいんですけれども、僕当選の地元の大崎
士が、存続策を探るという、再構築検討会議のものをこの20日からスタートさせます。で、AKも、オブザーバーとして、幹部の方を派遣されるということですけれども、こちらとしてその大崎市の会議に、期待する件として、オブザーバーではありますけれども、派遣する狙いです、ね。はい。それをお願いします。JR が支援しました赤字路線の中に陸路線も入っております。このままいけば、廃線という可能性もあるわけです。したがって、何らかの対策を考えるということは非常に重要なことだと思います。JR だけに任せていて、いてもですね、これ民間企業ですから、経営がやはり厳しくなってくるということになると、株主の方から、廃線やむなしという声が出るのもやむを得ないわけであります。したがって、国や県、市、自治体、みんなで協力してですね、それが必要であるならば、支える方策というものを考える。これは非常に重要なことだというふうに私は考えております。そういった意味で、押し付けられるわけではなくて、自主的にですね、検討を始めたいという、その心意気は非常に素晴らしい。私は評価をしております。そういうことから、県もオブザーバーとして参加することにしたということであります。それの関連でですね、お隣福島県では、只見線という、こちらも非常に利用者数が少ないけれど、地元では、重要な人とされる、その中で、県より地元、市町がこう支える形でですね、全面再生。会にこぎつけました。ああいう事例について知事はどういうふうにご覧になりますか。はい、これは一つの方法であろうかなというふうに思います。実際の県もアクセス鉄道は上下分離いたしました。下は県が持っているわけですよね。ですから、そういう方法も含めてですね、いろいろ考えていかなきゃいけないと思います。ただかなり自治体にとっては財政負担になると思いますね。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。先ほど、感謝質疑の中で、知事の方からその仙台空港の国際線もなかなか進んでないというお話がありました。今年の夏ごろからですかね、どんどん国際線再開の期待が高まっていく中で、やはりなかなか進んでいないという現状、このことについては、知事としてどのようにお考えになっているかと、どう取り組んでいく、取り組むところというのが出られているのかと思いますが、やっぱりこの再開にして、やっぱり人が入っていくことが重要だと思いますので、これの対策もありますけれども。はい、どう取り組んでいけるのか、はい、やはり、国際線ですので、国内線とまた違って、検疫だとか、税関だとかですね、こういったようなもの関係が人手が必要になってくるんですね。これが一回閉じてしまっておりますので、簡単には再開できないということだそうです。本来でしたら、もう間もなく再開ということだったんですけども、そういった事情から、人手の事情からですね、ちょっと今、立ち止まっているような状況です。ただ、年内には、国際線ですね、いくつかの路線は再開できるのではないかなというふうに思っております。やはり、から働きかけて、できるのも OK なことないっていうのはね。そうですね、人の問題ですからね。お金の問題ではなく人手の問題ですので、しかもかなり専門的知識がいる分野ですから、誰でもアルバイト感覚でできるものではない、資格も必要だということです。そういうことを考えるとですね、簡単には、解決できる問題ではないだろうというふうに思いますね。はい。この件に関しまして他にございますでしょうか。日本経済がね、ほぼ3年間止まったような状態でしたから、これを今までと同じように動かすにはちょっと時間かかるんじゃないですかね。はい、皆さん。
あの、カウチコビジネスで、今の点で念のため確認ですけども、人手が足りないというのは、現役とかの税関のことであって、航空会社側は人手を確保に基礎の人をしてみましょうか。わからないですね、今ね。わからない。うん。あの、あと、グラウンドハンドリングとかね、そういうことで必要なんですよね。飛行機を動かすけど、非常にオペレーション大変ですので、ただ航空会社の方で人手が足りないというのは今のところ私の耳には入ってきてない。もしかしたら人手が足りてないかもしれませんけど。あと、あのこれも念のため確認ですけども、年内にあの複数の路線で国際線が再開できるようにできるのではないかと思っておりますが、まだわからないです。ここであの見通しということを申し上げることはできないです。はい、そういう大きな期待を捨てるということです。この件に関しましては他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。え、OK、はい、どうぞ。すみません、河北新報の池田と申します。はい、空港の話ではあるんですけど、ちょっとまた別の話。はい、どうぞ、いいよ。あの、全然空港 の, あの新型コロナの感染症対策の事業で、あの、まあ、国の交通があの使えなくなってしまった問題があったかと思うんですけれど、はい、あの、この関係する部署内で、あの、その事業を行っている年度内のうちに、あの、お金を払っていれば、その募金が使えたところ、その年度を繰り越してしまったという事象だったと思うんですけれど、こちらのお二方に関して事業を受けているということで、いらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、これはあの、県の職員の、まあ、ミスです。まあ、本来ならば、年度内に完了させていけばよかったものをですね、年度までしまった。これ、あの、その件ですね。はい、そうですね。年度までしまったということであります。まあ、この点については、まあ、あの、国の税金、国に、まあ、その分を解消したということですが、税金ということを考えるとですね、あの税金の中の国と県のお金のやり取りという問題にはなるんですけれども、まあ、しかし、県民の負担が重くなったことは事実でございますので、その点については今日も朝の幹部会で厳しく指導しておきました。はい、その県の財源なんですけど、今土木部が今負担しているような状態になっていて、あの先日常任委員会でもあの土木部だけじゃなくて全体の問題なんではないかって言って、あの、まあ、とやっぱりあの ETC の費用とか、あと、まあ、コピー代とか、ちょっと必要な経費を削減したような状態で、なんか、一箇所に負担が集中しているような状態で、それをちょっと懸念する声もあったかと思うんですけれど、今のところ、走行者は変わらずなのですが、まあ、そういうふうに考えていらっしゃるのか、はい、まあ、結果的には、県の税金で必要なことのところには、国策調査を投入いたしますので、あの、それほどご心配する必要はない、心配していただくのも大丈夫だというふうに思いますけれども、土木部にはですね、猛省を促す意味でですね、あの自分の組織の中でしっかりと残業を乱す努力をしてくれというふうに厳しく言っております。それはあの知事からの指示もあったということですか。当然です。はい、でそれを了としたという流れになるんですね。はい、あ、はい、わかりました。ありがとうございます。この件に関しましては他にございますでしょうか。なければこの他の案件でございますでしょうか。はい、じゃあ、後ろから行きましょう。はい、はい、どうぞ。新聞記者です。県外のことをお聞きしたいんですけれども、今、ここが県議の逮捕を受けて、議会の方でいろいろルールの部分とか、転職権の部分を含めて、いろいろルールを作るような協議とか、設ける動きがありますけれども、はい、まあ、その動きについて、今、どのような感じでいらっしゃるのかというと、あと、やっぱり、ある事件の後の知事の、まあ、ブラザーバイの時に、まあ、県職員との面談の内容の録音というようなことを知事が、まあ、言及されて、はい、そのことも、まあ、議題に上がっていってですね、やっぱり議員の中には、まあ、それ、録音されても全然問題ないという人もいれば、やはりちょっと抵抗があるという人もあって、それをどのように考えていらっしゃるのか、その2点をお聞きしたいと思います。はい、まず協議の場を作ったということについては、これはもう議会が決めることですので、私どもの方でそのことについてコメントする立場にはないというふうに思っております。議会が一番正しいこのことをされたらいいと思います。それからあの面談の内容の録音についてですけれども、これはあの議会の皆さんを守る意味でも、
職員を守る意味でもですね、しっかりと記録を取っておくということは重要ではないかと私は考えたからお勧めいたしました。ただこれも、私もそう考えたとしても、県会でそれを良しとするかどうするかというのはお互いのやっぱり立場にございますので意見交換しなければなりません。まあ、私どもからそういったものをボールを投げる前にですね、県議会でそれも含めて、まあ、議論するということでございますので、まずは、県議会の、話し合いの流れというものを注視してまいりたいというふうに思っております。改めて、このタイミングで私の方から、県議会に何らかのボールを投げるということはしないというふうに思います。まあ、そういうふうなことを考えるということでございます。私の考え方はメディアを通じてもお伝えをしているというふうに認識しております。今お話があったのは、委員を守る意味でも職員を守る意味でもってあれですけども、守るというのは、具体的にはどのような、今回のような圧力というか、そういうのを防ぐために、それと、なんていうか、その対応、委員の対応、職員に対する何らかの対応に問題があるのか、その辺を含めて、もう少し具体的に。はい、議員も悪いことをしようと思って、する人は多分いないと思うんですよね。ですからしっかりとした記録として、言った言わないということにならないように取っておくことの方が、責任が明確化されるということです。言った言わない、いやこういうふうに言いましたっていうふうに一言言ってた方がはっきり分かるのではないかということですね。まあ、大体皆さんにそんなこと言ってないというふうに、そのように、そういうふうにおっしゃったというふうに、おさらいが必ずそうなっちゃいますので、そういった時にしっかり記録を取ってた方が、明確になるのではないかということです。分かりました。ありがとうございます。はい。この件に関しましては他にございますでしょうか。どうぞ。先般自民党会派がですね、出したその改革案の中には、いわゆる道徳倫理に関するような内容のほかに具体的な項目が2つほどあって、でそれが、政治資金パーティーとの会合や、あるいはその政党機関紙を、県職員、特別職の属に対してですね、勧誘を行わないことっていうのが入っていました。でその、経緯ですね、ちょっと関係者に取材したところ、今回の件を受けて県職員側からそのような声が複数上がっているという話がありました。で、どういうことで知事としては把握されているのか教えていただけませんでしょうか。はい、私は政治家ですので、会合に呼ばれることもあって喜んで参加してますし、政党の機関紙を購読したこともございます。それは自分の意思でやっているんですけれども、県職員はやっぱり議会の議員の皆さんと立場を見ると必ず、議員の皆さんの方が、立場上なわけですよね。でその人たちから、何らかのチケット、パーティー券等の購入を働きかけられたり、あるいは先頭の機関紙を働きかけたらですね、非常に断りづらいと思うんですよね。私はある意味、それもパワハラの一つじゃないかなというふうに感じておりまして、やっぱり立場を利用した上下関係、上司部下の関係ではないにせよですね、これは私はパワハラの一つだというふうに思います。ただこれは、今回そういう声が職員から上がってきて、それを機会をしっかり受け止めてくださったということでありますので、私としては非常にありがたいなというふうに思っています。知事は特別職でいらっしゃいますから、今回この対象にはなりませんが、その一般の県職員からですね、そのような実態があること、あるいはそういう事実があるということをですね、お聞きになったこととかはあるんですか。あります。はい、では事実としてあるということあります。はい、ありがとうございます。はい、この件に関しました他にございますでしょうか。極めて私は本人に対してそういうことはやめていただきたいなというふうには正直思いますね。はい、私はそう思います。はい、朝日新聞の関連なんですけど、録音云々というのは、まあ、適宜お考えをしますので、県議会の検討状況
踏まえるということになるかと思いますけれども、県職員の中の内規といいますか、そういった規則に関しては、現在その不正な働きかけといいますか、そういったものがあった場合には、その記録を作成するような要項があるというふうに伺っていまして、でこの範囲について、まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、何をもって不正というのかみたいなところで結構難しい、どこまで記録の対象で、記録の対象にどこからならないのかみたいなところで判断難しい面もあると思うんですけれども、この辺ですね、例えばその不正か否かとかの判断にかかわらず、記録、まあ、それ録音とも関わると思うんですが、録音も別に最初から人のこと言われると思って録音するわけじゃないと思うので、その辺の内規、県側の内規とか規則の今後改正とか何らかを変更するみたいなところについてはですね、録音はちょっと議員との関係性において協議ですと、県職員の、まあ、政治家に限らない外部からのいろんな働きかけの対応について今後検討したり見直したりとか、その辺の範囲についてどういうのか、まあ、今全てかどうかまでは分かりませんけれども、少なくとも私の知る限りにおいてはかなりちゃんと記録は取っております。ですから改めて見直すということは必要ないのではないかと思ってますが、今後機会の議論の協議の推移を見ながらですね、それに合わせて我々も機会を求めるような形で改正をしていく、それを見ながら今度は民間の皆さんとの話をしたときにどうすればいいのかということについても考えていきたいなというふうに思っています。そのかなり記録を取っているとおっしゃるのは、つまりそのルールとしての要項とかは、不当な行為とかがあった場合のみ定めておられるんですけど、実務としては、こういういろんな外からやっている記録は取っているという、そういうご趣旨、全部かどうかは分かりませんけれども、かなりちゃんと取ってますね。いついつどうだったって聞いたら、必ず振り返ってますので、こうでしたって言ってますので、そういう調査をしたわけではないんですけれども、私の知る限りでは、職員が忘れましたという返事。一回も見たことないので、しっかり記録を取っているんだろうなというふうに思っていますけど。ありがとうございます。この件に関しまして、他にございますでしょうか。すごいですよ。ちゃんと何年も前にちゃんと返事書いてますからね。恐ろしいなと思って。革新報です、はい、ちょっと録音ばっかりこう先走ってるとかあると思うんですが、はい、まだ仮に全部録音したとした場合、逆に今度こう職員の方の事務作業がぐんと増えてしまうとか、そこら辺バランスってあると思うんですけど、その点はどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、そこも考えないといけないと思います。ですから、まず今回、被害がどういうふうに判断するのか、全部記録を取るべきだというふうに、録音をするべきだというふうに言っていただければですね、それはそれに合わせなきゃいけないというふうに、そうすると電話を含めてじゃあどうするのかとかですね、課題もいろいろ出てくると思いますので、それはちょっと議会の検討状況を見ながらですね、それに補聴を合わせていきたいというふうに思います。この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、山口さんどうぞ。すみません、ちょっと話を戻るんですが、先ほど東風祖さんへ の質問への回答の中で、チケット、パーティー券、政府機関紙、そういったものの、購入の要請みたいなのが あるというふうにおっしゃって、そういったことがですね、そういったことを求める動きがこれまでに あったというふうにお答えになられたかと思うんですけれども、はい、それはその、なんていうんですか、知事の肌感覚として、それは連綿と続いてきたのか、なんかこう、時々散見されるというようなものなのか、そこら辺のその、なんですか、伝統的なものでなくていいんですけれども、その感覚ですね、はい、見つけたり、そこをもうちょっと教えていただきたいと思います。はい、少なくとも昔から続いているかどうかまでは分かりませんけれども、そういう声が最近、三田さん、三田県議の逮捕を受けて、いろいろ職員の話をしている中で、そういう話が出たのは事実だということです。それはその、なんか当然それは、お話をされるいつごろどういったものなのかという話にもなるかと思うんですけども、そこら辺のこう、なんていうんですか、
いつ頃からとかどういう範囲ですか、そういうところのこう切り取られた感触っていうのは、それを議題にして議論したわけでは決してないんですけれども、職員いろいろ集まって話をする中で、そういう話題が出て、どうなのと言ったら、実はこういうことがありますありましたという話は、率直に聞けたということです。幹部職員ですけれどもね。ありがとうございます。この件に関しましては他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。新聞紙の判断で、ちょっと話題変わるんですけれども、政府がですね、2020年の秋に、健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体化する方針を示しました。健康保険証は誰しも持っているものなので、はい、事実上マイナンバーカードの取得が義務化されるような方向なのかなということもなんですが、そういった方針についてどのようなことがわかりましたか。私はよろしいのではないかなと思います。賛成です。マイナンバーカードと紐付けますとですね、自分の受けたいろんな記録がですね、薬のデータも含めて、それを一元的に管理することができるようになりますので、宮城県が今 MME をやっておりますけれども、MME のような仕組みが全国に広がるということになる。つまりいつ何時、通っていた病院が、亡くなってしまう、災害で亡くなってしまう、津波で亡くなってしまう、自分が、全然違う場所に、引っ越しをしたというような場合でもですね、いかなる場合でも自分の今まで受けた医療データとかそのすぐ、薬のデータとかが移りますので、ですからそういう意味では非常に、個人にとっても社会にとっても便利になるのではないかと、同じような検査をして薬を何を出せばいいのかということを調べなくても済むということで、医療費の抑制にもつながる。これは結果的には、国民のためになることだというふうに私は思います。当然こういったようなことはですね、大きな改革ですので批判を突きまとめますけれども、批判を恐れずにですね、私はやるべきだなというふうに思って、私は賛成しておりますし、それに対して国が協力を求めるならば、積極的に協力していきたいというふうに思っています。実際にマイナ保険証を使える医療機関っていうのは、私が医療機関に行ってもなかなか普及されていなくて、そういう部分でも今回振り返りますよってなると、国民の皆さんは不安になるんだと思うんですけれども、大きな転換なので、そういった医療機関の準備というかですね、そういう部分に今後どのように進められていくといったらお考えでしょうか。ネットで繋がってますし、あと1年半ことあればですね、十分対応できるんじゃないかなと私は思いますけども、その財政的な支援をどうするのかとかいう問題もまた出てくると思いますけどもね、間違いなく医療費の抑制には繋がるんじゃないでしょうかね。どうしても高齢者の方たちがですね、保険証は自分が持っているし、どうしても医療機関に通う機会が多いと思いますけれども、一方でマイナカードに取得したくないというか、なかなか浸透が進まない部分もあるかと思うんですけれども、一回この保険証と紐付けになるというと、一気に全世代に関わる問題になってくると思いますが、今後その浸透に向けて、どのように保険として、国の方針もあると思いますが、保険としてどのように。今考えているのは、今回の原発訓練の時に使ったアプリありますよね、ポケットサインというアプリをですね、あれは完全にマイナンバーカードと紐づいています。あのアプリを使って、県民にとってなんかワクワクするようなことができないかということを検討を指示をしておりまして、保健所に紐づいているからやむなくではなくてですね、自分がこういうことをやるのに、マイナンバーカードがあったらいいなと思ってもらえるような施策を
考えていくということは重要じゃないかなと思います。国全体で DX を進める中で、これは私はマイナンバーカードというのは非常に重要だと思ってまして、国の DX 化を先進国、DX 先進国、IT 先進国、デジタル先進国に足並みを揃えるためにはですね、やはり国民に、広く、マイナンバーカードを普及していくということが重要だと思います。新生児は当然どんどんマイナンバーカードが渡されるような仕組みになってますので、ですから時間をかければ必ずできるんですけれども、そうではなくてやはりある程度の期間を切ってですね、一気に進める、これは非常に私は国の力を、まあ、発揮していただかなければできないことですのでですね、思い切ってやっていただきたいなというふうに思っています。この件に関しました他にございますでしょうか。はい、関連なんですけど、運転免許証も一体化するということになっているという、はい、そこら辺ぜひというか、マイナカードの浸透との関わりの中で、村井さんご自身とお考えかなと思います。大賛成ですね。もう免許証も紐付けた方がいいと思いますね。そうすると必ず携帯するようになりますので、報道でありますけれども、Android の携帯は、そのマイナンバーカードがそのまま入れるように近いうちになるというようなことです。まだ、iPhone はなってないようですけれども、そうなると、カードを持たなくても、携帯を、皆さんすでに持ってますので、非常にこう、マイナンバーカードっていうのを普及し、さらに加速化するんじゃないかなというふうに思います。それを県としても、ポケットサインなどああいうのを使いながらですね、さらに後押ししていきたいなと思っています。この件に関しました他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。そうですね、次回ですから、よろしいでしょうか。はい、それでは以上で次定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例会見は10月31日月曜日11時30分からを予定しております。皆様大変お疲れ様でございました。